こんばんは。ここは東海道新幹線名古屋駅です。後ろにね、こう、JR セントラルタワービルっていうの相当立派なのがありますけど、こんな高いなといつ見ても思うんですけど、ちょっと雨が降ってますからすぐやりますけど、この後ろにあるマリオットアソシアホテルね、私ずっとマリオネットだと思ってたんですが、マリオットっていうのが世界的に有名なホテルのブランドの名前なんだそうですね。で、名古屋で一番いいホテルといえば、このマリオットアソシアホテルと言われてまして、まあとりあえずここに行けば間違いがないとか、そんな風にも扱われております。で、1回だけ私もここの一番安い部屋に泊まったことありますが、めちゃくちゃ良かったですね。その時の動画もね、出てますんで、ぜひ見ていただけたらと思うんですけど、ちょっと濡れてるのがひどいな。はい、でね、ここがあまりにも、マリオットアソシアが素晴らしすぎて、名古屋にどんなホテルがあるのかっていうのはあんまり知られてないんですね。で、実際ね、もういろいろとこう調べてみると、名古屋の高級ホテルといえばマリオット、そんなのばっかりなんですが、実はもともとは名古屋の代表たるホテルがありました。それが、名古屋、ホテルキャッスル名古屋とか、なんかそんな感じだったと思うんですが、名古屋城の目の前にあるホテルです。私もね、一回そのホテルについて見覚えがありまして、あんまりもお金がなかったんでね、到底泊まるなんてのは考えられないような頃でしたけど、名古屋城を外から見に行ってですね、目の前、名古屋城の目の前にバーンとこう大きなホテルあったんですね。こんな贅沢高そうだなと思ったんですが、それが元々の名古屋のナンバーワンのホテルだったようでして、皇室のご利用もあるような、スイートルームとかも備えた、大層、栄えたホテルだったようでした。で、2000年にこれができてからですね、いろいろとそっちもマリオットグループに入ったりとか、頑張ったんですけれど、どちらかといえばこっちが優勢だということで、名古屋のホテル戦争は今ではマリオットが、もう優位というか独壇場の状態になっています。なんですけれど、今度ね、そっちもね、新しく建て替えたりとかで、このマリオットを現在でもこうライバル視しているように、見えて、実際に今競合関係にあるそうなんですね。だから今回は、名古屋のその競合の相手の、名古屋ホテル、名古屋キャッスル、そっちに、ね、泊まってみようと思います。よろしくお願いします。ずぶ濡れですね。ただね、マリオットとホテル名古屋キャッスルの違い、一番はですね、立地の条件です。名古屋キャッスルは最寄りの駅と言われるようなもあんまりありません。地下鉄の駅でね、もちろんありますけれど、駅直結のマリオットに対して、ホテルキャッスル名古屋だったかな、もう忘れちゃいましたが、その名古屋城ホテルはですね、結構もう移動には手間がかかりますんで、タクシーで行くことが必要です。それはね、多分そこに泊まるような人だったら気にしないでタクシーに乗って行くと思いますけどね。で、タクシーで来ましたけど、ちょっとね、もうタクシーのドアをこう持ってくれるような人とかもいましたんでね、外観とかは明日また撮ることにしますが、入るとこんな感じですね。道民院とかそういうのを連想するわけですが、道民院は割と庶民的なホテルだと思うんで、ちょっとそれと連想しちゃうとあれかな、いつもの普段の生活のレベルが知れるかもしれませんが、今日ね、なんかツインルームにしてもらったんですけど、これわかりますか、こう奥にね、なんかすごいものがこう浮かんでるわけですけど、いや、すごいなぁ。これはこう夜のこの時間までライトアップしてくれてて、とてもありがたいことですが、これですよ、名古屋城。うわぁ、なんか奥から光がブワーッと出て、なんかいつもよりもすごいことになってるような気がしますけど、ね、今日は結構名古屋霧が出ておりまして、名古屋城になんだか羽が生えたかのような感じになっています。すごいね、これ。ちょっとこう手で隠しますけどね。この名古屋城は、近く解体されるということが決まっています。さっき言いましたっけ、名古屋城を新しく木造天守閣に作り変えるということ。これは鉄筋コンクリート製で、鉄筋コンクリートの寿命がそろそろ来ておりまして、耐震にも問題があるということで建て替えが決まっています。で、それに合わせて、これをまた昔のお城の工法と同じような木造建築にしようということなんですね。もともとこの名古屋のお城は、戦前まではですね、国宝にも指定された立派なものだったんですが、しかし、第二次大戦の空襲のその走りぐらいの、名古屋空襲で、このお城の周りをですね、米軍の爆撃機がこうボンボンと爆弾を落としていって、名古屋城もそれの炎に巻かれて、完全に燃えて、焼かれてしまったというようなところなんですね。ちょっとね、こんな立派なお城を焼くなよなと思うんですが、それは戦争ですから、仕方ありませんけど、ともかく焼けてしまったのを鉄筋コンクリートでやって、ただともかくね、焼けてしまったのは残念ですけれど、今でもとりあえず素人目にはですね、同じような立派なお城に見えるわけでして、それを目の前に臨みながら、確か予約をするときにもシティサイドとキャッスルサイドっていう予約の、ね、仕方があったと思うんですけど、今回はさすがにお城が見える側にしようと思いましてね、キャッスルサイドでの予約をしました。間違えた。自分の顔なんかよりはね、名古屋城を見てもらいたいです。ちょっと一回電気を消してみますか。電気さっきどうやってつけたのかな。このホテル結構古いみたいですね。築50年でして、名古屋城の建て替えに合わせてこのホテルも建て替えるのだそうです。おー、すごいな、これだ。本当にすごいですね、これね。部屋の明かりを消した方が、なんだかむしろこの部屋の中に明かりが入り込んでくるかのようです。
この雲の流れを目の前に見て最高の名古屋城観光ではありませんか。金の社長もまたこのようにきらびやかに光っているのを真正面から見ることができます。ちなみに一泊の料金ですが、確かね、直前割引というものを適用しまして1万6000円とかそれぐらいの金額で予約したはずです。ホテルの外観とかね、ニューオークラの別館みたいな感じでちょっと古さを感じさせる構造であるのは間違いないんですけど、まあでも感じさせるとは言ってもね、別に中身自体はそんなに古いとかボロいとかそんな感じのところは全くありませんので、別に今だってね、他の新しいホテルと同じように快適に使うことができますよ。でもこれ新しくなったらどういう風なホテルになるのかっていうのも気になりますよね。まあ多分それは名古屋城のね、建て替えに本当に合わせてってことで、さっきタクシーの運転手さんから聞いた話ではなんかまだ建て替えのことについてそんなに具体的に決まってないっていうんだったんですけど、でもね、私が見た限りではね、確か、今度も、来年からもうすでに今名古屋城の見学はできないようになってるんですけれど、来年ぐらいには、壊すということです。でそれからで壊した後建てる名古屋城のですね、そのお金については、名古屋城の入場料金をもって充当するそうです。これね、前名古屋城を見に来た時ね、この目の前まで来たんですよ。ホテルの目の前までね、大手町という駅から歩いてきたんですが、あの時はね、飛車から見たもんですから木のところから見てね、もう名古屋城のこの辺ぐらいしか見えなかったんですよね。で上の方から見たいなと思ったけど、近くに寄る時間もね、それからお金もなく、まあ、諦めてぐるぐる回ったわけですが、その裏にあるホテルをこう上から上がって全部バッと眺める、こう感動的なことですよ。あの時はね、どっかからこう名古屋城の姿がこう綺麗に見えるところはないかと思う。このお堀があそこにあるじゃないですか。その周りをぐるぐる回ったりもしたんですけど、でもね、ダメでしたよ。もうこっちの側からでは名古屋城のこの全ての姿を見るにはね、やっぱこういう高い建物に登るしかありません。しかもまた歩道橋のっかの上からね、この名古屋城見られないかなとか思っていろいろやったんですけど、逆にこのキャッスル、名古屋キャッスルがね、ホテル名古屋キャッスルが壁の役割を果たしてしまってね、やっぱりお城は見えないんですよね。まあそんな感じかな。あとは何かあるかな。レストラン&バーとかいろいろありますけどね、アメリカンブレックファスト3100円、ルームサービスね、コンチネンタルブレックファスト2400円、結構安いですね。一方でこれ何、ジュース、オレンジジュースとかがつく朝食が2400円なのに対して、オレンジジュース1000円ですか、すごいな。プレーンヨーグルト800円、やっぱりホテルのルームサービスの値段であるということは間違いないみたいです。一日中、夜は10時まで、ね、ルームサービスができる、まだ一応可能なようですけど、ハヤシライスサラダ付き2200円、まあまあまあこんなもんですかね。あと一応トイレとかもご覧になりますか。これね、なんかすごいな、アメニティポーチみたいなのもついですね。ドライヤーがあんな風にこうわざわざ袋に入ってます。うちのドライヤーなんかもどのような形で保存されてるでしょうかね、感じなんですけど、あ、こういう感じ、広いな。ユニットバスなんですね。まあこれね、別になんていうの、スーペリアツインみたいなのもあったんですけど、スーペリアダブルとツイン、だからダブルルームとツインルーム、シングルルームっていうのはないようでしたが、まあ、私がネットで見た限りだね。まあこういう感じですけどね、トイレは新しく、それからこのユニットバスというか、この同じになっているこれの間がやけにこう広いと、もっとね、昨日泊まった東横インは狭かったわけですが、間にはこの大型のこれ、まあ、これは50年間使われ続けてるのかな、リニューアルしてるんだろうな。このコンセントは確かに古そうですね。これだけは時代を感じさせるものです。 AC100V100W ナショナルって書いてありますね。これ刺して回す、あーなるほど、こういう感じか。これなんだ、ハステ、あー、そういうのあるんですね。ちょっと、あ、なるほど。この中に、あれか、穴がこう直結してて、カミソリの刃をこの中に捨てるっていうことなんでしょうね。はあ。まあ、このシャワーも別にその古いものとかじゃないんでしょうけど、これもちょっとこう、なんていうか、一昔前感がありますね。デザインの面ですけど、あくまで。あと、これはちょっと置かなくて取れないですが、万が一何かあった時の、あれですよね。電話これ取って、すいませんちょっと今具合悪いんですけどとか、そういうことができるようなものかと思います。この後分かんないですけど、アメニティですか、読めない、どこ、シャンプー、ブルガリオパフメオーテベールシャンプー、イタリアのものなんですね、ということしか分かりませんが、多分かなりいいやつでしょ。持って帰って使っちゃうかな。しかもなんか2人分あるしな。ヤフオクとかに出したらこういうの売れるんじゃないですかね。あと高級なホテルになりますと、こういう、ね、バスローブっていうのがついてるわけですけど、ここは袋に入ってる。これ袋に入ってるのはもちろんあれ綺麗だって意味なんだろうけど、まあ、わざわざこんなもの着ないって人もいるだろうから、そ
そういう時はね、洗わなくてもいいようにするための工夫なのかもしれません。まあ別にそれね、手抜きとかそういうふうには思わないですけど、無駄な洗濯してもしょうがないしね。これはあと面白いんですけどね、ちょっと贅沢なコーヒー店リッチカフェオレ、なんかそう贅沢をこう前面に押してるから、これは何だろうな、贅沢な、あのカフェオレみたいなの書いてあるのかな。これはちょっとそういう感じではなさそうだな。プレミアム、もしかしたらこの、マリなんとかって、これももしかしたらそういう意味があるのかな、マリームっていうのね。あとですね、これ見つけたんですけど、まあ、これこういうね、寝巻きみたいな、まあ、さっきも寝巻きあったね、バスローブと寝巻きが2つあるっていうのもすごいなと思うんですが、持ち帰りはご遠慮くださいです。こんないいホテル泊まっても持ち帰る人がいるんだなと思いますけど、こっちはこんな空いてて、まあ、自分のものを入れられる感じなのかな。セントラルジャパンって書いてありますね、中部地方のこうですけど、これね、よく見たら、よく考えたらね、これ座れるんですよね。ちゃんとこう座る作りしてるんですよ。そんな収納あるのと思ったら、これは初めて見たタイプの家具、調度品ですよね。で、もうそろそろ寝ようかなと思ってる頃なんですが、今ね、午前の1時になろうか、そんぐらいの時、これもなかなかいいですね。びっくりしましたけど、こんなによく見、もうライトアップというのは11時で終わってしまうそうなんですが、目の前にお城の立派なシルエットが浮かんでおります。だから夜とそれから早朝のね、白明の時間、まだ空がちょっと青くなり始めた、まあ今の時期であれば、午前4時とかそれぐらいだと思いますけど、その時にちょっと早起きしてね、またこのお城を目の前に眺める、これもまたいいでしょう。まあ私には到底不可能なことだと思いますけど。で、日付が変わって翌朝の朝食ですが、こんな感じでちょっと、ね、取りすぎてしまって、まずさらに野菜まであるわけですけど、ちょっとこういう風なバイキングがあるところで、ね、たくさん取らなきゃいけないっていうのがあるんですが、まあ、いわゆる絵に描いたような立派な朝食って感じですかね。ちょっとパンがね、もう一個お皿を別に取るのがめんどくさかったんで、全部ごちゃ混ぜにしてしまいまして、それで見た目が悪いんですが、多少地域性を反映したようなものもありました。例えばこの温野菜の上にかかっているのは赤味噌ですし、それからあとはね、ひつまぶし風のなんとか、なんかそういうのもありましたよ。それは取りませんでしたけど、まあ、パンとかこれから食べますけどね、またこれは別として、真正面が名古屋のお城、前にもこの画角で1回だけ皆さんにご覧に入れたことありますが、わかります、お城ね、ここにあるんですけど、下からの階だともうこういう風に見えなくなってしまうんですよね。頑張ってもこの上のこの辺の部分が全部露出するぐらいで限界です。やっぱり名古屋のお城をバッと見るんだったらね、上の階のあたり、まあ泊まればね、多分キャッスルサイドとかそういう名前で予約すれば、あれの上のあたり全部見える部屋にちゃんと通してもらえると思うんですけれど、ここからの姿はホテルから出ないと見られないというわけです。ちなみにこのホテルの朝食はね、確かホテルの宿泊費プラス2000円ぐらいだったと思うんで、このレベルのホテルにしては、そしてまたこのレベルの朝食にしては料金が安いのかなと思います。前にガミさんにマリオット朝食を奢ったことありましたけどね、2人で6000円ぐらいしましたから。これは入り口入ったところのフロント周辺なんですけど、ね、こんな感じの天井の高さ、まあ多分こういうホテルだったら、まあ、ありがちな光景だとは思うんですが、なかなか立派です。言いましたっけ、1泊の値段16,000円、17,000円とかそれぐらいでしたからね、結構安くしてもらってんだなって感じがします。入るとこんな豪華な内装ですから。朝食を食べに行くときに気づいたんですけど、部屋に新聞がかかってましたね。まあ、こうやっぱ新聞かかってるホテルっていうのはなかなかこう立派なホテルなんじゃないかなと思いますが、そこら辺でその高級ホテルと、まあ、普通のシティホテルの差が出るのかなって気がしますね。朝になったら、ああやっぱここは高級ホテルだったんだな、新聞がかかってるよ、まあ、そんな感じかと思います。このホテルの部屋自体はねすごく広いんですけれど、内装がかなりシンプルなので、なんていうか、そんな超豪華っていう感じはね、見ただけではしないんですが、ちゃんと端々に至るまで気が利いてる感じもしますしね。じゃあそろそろチェックアウトしますけど、やっぱりこういう高級ホテルみたいなところだと、こんな便箋セットみたいなの入ってるんですね。記念に持って帰っちゃってもねいいのかなって気もしますが、まあやめときます。こんなこう丁寧な挨拶とかもありますけど、サービス案内がここに全部載っててね、見たらなんだ、チェックアウトね、これね書き方すごいなと、
チェックアウトのお時間は正午でございます。正午でございます。まあ、ございますって書くのもまああれなんですけど、正午、12時とは書かないですね。これ すごいですね。コンシェルジュ、レストランの予約や観光のご案内などお手伝いいたしますので、お気軽にお問い合わせください。そうか。なんか聞いてみるかなって気もするんですけど、まあ、ちょっと今回はやめときますけど、やっぱそういうホテルだと必ずいるんですよね。それからね、私昨日タクシーでここまで来たわけでして、実際にこの下のところにもタクシーはずら並んでるんですが、シャトルバスのご案内。名古屋駅とホテルの所要時間は約20分です。これで毎時0分発と毎時30分発で出ています。あ、そうか。だから1時間に1本か。あ、そうかそうか。私、てっきりね、11時のやつで行こうと思ったんですけど、11時のやつは名古屋の方出るやつみたいですね。それちょっと、まあ勘違いしてましたが、他にもまあラウンジとかね、なぜ自分の部屋があるのにラウンジを使うのかって、ちょっとそういうのは私よくわからないんですけれど、まあ多分そういう、セレブみたいな人はね、多分使い方を心得てるんでしょう。まあこれぐらいかな。あとはね、こうサウナとかプールがなんかどっかちょっとね外れたところにあるらしいんですけれど、まあそれも今度のこのホテルの建て替えで一新されるそうです。チェックアウトも済ませましたが、このホテルの前にはねドアマンの方がおられるんで、なんかあんま動画撮るっていう感じじゃないんですけど、まあ帰りだったらちょっとそのゆとりもあるかなと。これ50周年アニバーサリーと書いてあります。サンドアートっていうのかな。このホテルが建ってから50年、もうそろそろ建て替えです。それではこの動画はここまでです。見てくださってありがとうございました。手前のこのちょっと出っ張ったこの部分がねフロントとか、まあ、フロントはあっちかな。それからさっき利用した朝食会場のレストランとか、まあ、この上は多分ね結婚式場とかそういうものがあるのかなと思います。なんかエレベーターに神殿って書いてあってね、なんじゃこりゃと思ったんですけど、シュラインっていうのがあったんで、多分神道式の結婚式をやる会場が備えられてるのかなという感じです。客室はこんな感じ。見てみると結構やっぱり外観は古めかしいですね。このタイル作り、まあ、古めかしいだけで全然ボロいと感じるようなところはただの一箇所もありませんでしたから、まあ、ご覧いただいたようにね、だから問題ありませんけど、確かにまあそろそろ建て替えてもいい頃なのかなという気もします。まあ、しかも、ホテルマリオットアソシア名古屋駅直結の例の高級ホテルに、まあ、それなりに対抗心を持っていると思われますので、名古屋ナンバーワンの座を取り戻すべく、次はね、どういうものがここに建てられるのか、それもかなり楽しみです。こっち側にこのように名古屋城、やっぱりここからでは見えないんですよね。まあ、ここまで来たら名古屋城行きたいところですけれど、名古屋城は残念ながら今入ることができませんので、それに代わる建て替えまでの、まあ、最後の見どころのですね、昭和の中頃に建てられた、まあ、ちょっとどことなくレトロな感じも漂わせる、まあ、このホテルにお泊まりになってみて、またそれから今度は新しく名古屋にまたこの変わるホテル、名古屋キャッスルか、それができた時にはそれがどのように変わったのか見比べるということもまた楽しみです。やってみたいと思います。それではどうもありがとうございました。